レジスタンスだ。走行列車を連結してやがった。大ゲールをなめるな。エールシュタットの白き魔女だわ。助けに来てくれたんだ。イゼッタ。生まれた刹那光放ち息を吸って畑の命は今回のもなかなか凛々しく撮れてるわ。随分と映り慣れたようだな。やめてください、姫様。まだ全然恥ずかしいんですから。すまんすまん。だが今やそなたの名と力は世界中に響き渡り、反ゲルマニア勢力の旗印となっておる。もっと自信を持っていいわよ。イゼッタ様がブリタニアから帰られてもう3ヶ月が経ちました。あれからゲール帝国が大きく攻めてくることはなくて、ずっと国境のあたりで睨み合いが続いているだけだそうです。その間イゼッタ様は近くの国のレジスタンスの人たちを助けるために戦ったりしていて、今では世界中で大人気。お世話しているロッテもとても鼻が高いです。戦争が始まった頃に比べて今では宮殿の空気も随分と明るくなって、ロッテはとっても嬉しいです。結局魔女の間に侵入してきたのは何か確信があってやったわけではないということになるのか。現状の動きを見ている限りそう思えますが、ブリタニアでのフィーネ様たちの交渉がうまくいったおかげで同盟各国は連携を強め、アトランタも議会で欧州出兵を決定し、ブリタニアへの兵力の展開が始まっている。そしてゼルン回廊にもルーデン湖方面にもほとんど動きはなく、我々は随分と楽をさせてもらっているわけだが、工事魔王氏とも言うしね。慎重になりたいんだ。ビアンカ、君は彼らがどうやってあの魔女の間のことを知り、開けることができたんだと思う？私も不安に思ってイゼッタに尋ねてみましたが、彼女は捕まっていた時に血を採取されたことがあって、それを使われたのかもしれないと。それに彼女の存在でそれまでおとぎ話と思われていた物語がにわかに史実となった。そこで今まで捨て置かれた文献を事実と仮定して再検討した場合、あの地下室にたどり着く可能性は皆無とは言えないでしょう。ニュラー教？いや、実にその通りだと思うよ。とにかくあの部屋を見た者は全て始末され、
持ち出されたものは何もない。そういうことでいいんだね。はい。ところでミュラー教、白き魔女の伝説には実は。実は。いえ、何でもありません。失礼します。伝説の真実か。トゥルリララ暗き森の果て、白き乙女踊る。トゥルリララ舞う銀のかけら、命ルーデン湖畔に。はい、兵力が増強されているとの報告が。さらに偵察隊の話では、このような新兵器が。何だと。フィーネ様にお伝えせねば。貴様も来い。これが展開している敵部隊の予想配置図です。欧州北岸で同盟側といつ戦端が開かれるかわからぬ状況か。ロムルスと連携を取りたいというのが連中の本音でしょうな。しかし懲りずにまた西から来るとはな。ケネンベルクであれだけ痛い目に遭っておきながら。それについてですが、偵察隊が気になるものを見つけてきました。これはおそらく対イゼッタさん用に作られた兵器です。どういうことだ。実は我が国の交渉の設計技師たちに、もしイゼッタさんを倒す兵器をゲールが現行の技術で作るとしたらどうなるか考えてもらったことがあるんです。これはその時の予想図によく似ています。今回向こうはこれを多数投入しています。確認されたものだけで12両。イゼッタ。でもこれならまだなんとかなると思います。ですよね。なんとかなるとは。イゼッタさんの装備も交渉と協力し改良を重ねています。以前用いた爆発式の槍と、空母を破壊した時に使ったという魚雷の話にヒントを得た新兵器も。いずれにせよ、向こうがやる気である以上こちらは受けるしかないが。正念場だ。今回ゲールを退けることができれば我々は一気に有利になる。みなよろしく頼むぞ。はい。こんなところにいたのか。姫様。探したぞ。あのあとジークたちとも話し合ったのだがな、今度の戦いに我らが勝ち、欧州北岸での同盟軍の侵攻作戦の陣容が整った場合、ゲール帝国は一旦同盟各国に対し休戦を申し入れてくる可能性がある。もし受け入れた場合、欧州は銃弾が交わされぬだけの緊張状態を維持することになるだろう。それは問題を先送りにしただけの、約束した平和とは程遠い状態だが、それでもそなたは許してくれるだろうか。なら、この戦争を終わらせて全部の国を平和にしてください。ここは素敵な国ですよね。住んでる人たちもみんないい人ばっかりで、姫様と約束したからってことだけじゃなくて、私この国の人たちを守りたいと思ったんです。だから私戦います。それがきっと目指す明日につながる一歩になるから。でしょ姫様。ああ守ろう、皆の明日を。はい。
湖の南部平野は完全に我々が抑えている。湖にも現在は機雷を敷設しているし、ゲールが攻め入ってきた場合、湖の東側に打って出てもらうことになるでしょう。逆にイゼッタさんを自陣に誘い込むという作戦では考えられるな。イゼッタさん、やはりあれを使ってみましょう。なんだね。空中魚雷とでも言いましょうか。馬上槍に代わり250キロ爆弾に羽をつけたものです。イゼッタさんの力で誘導して命中させることができます。敵の新兵器さえ潰してしまえば、あとは。軍団司令部。はっ、中将、敵が今攻撃を開始したとのことです。何？しかし場所はここではありません。ん？東の国境ゼルン街道です。西と見せかけて東か。向こうにイゼッタ殿を引きつけ、その間に回廊を落とそうという腹だったようだな。新兵器もつまりはおとりか。周到なことだな。イゼッタは途中飛べぬところがあるはずだが、ご安心を。すでに航空機でゼルン回廊に向けて出発したとのことです。以前魔力の地図を確かめに行きましたが、ゼルン回廊はかなり魔力が豊富な場所です。到着さえすればイゼッタの勝利は間違いないかと。ここから行けます。私はゾフィー、かつて白き魔女と呼ばれたものです。お願いです、もうやめてください。イゼッタさん、クローン。ああ、細胞の一部から再生された個体のことをそう呼ぶ。アルプス山中の廃墟となった古く小さな教会の神父が残した埋葬記録、それを工房の研究者の一人が手にしたことがきっかけだった。そこには白き魔女の亡骸を埋葬したとされる場所と魔女の伝説の真実が記されていたのだ。その記録を照合し、我らは彼女の遺体の一部を手に入れた。そして数年がかりでようやく再生できたのだが。魔女ゾフィー、エイルシュタットの伝説の白き魔女。なるほど、陛下が魔女の存在に確信を持っていたわけだ。だから生き残りも本気で探していたのだよ。そしてようやく見つけた娘があのイゼッタだったんだ。だがイゼッタはもはや我々の敵だからこそ、この実験を成功させねばならないのだ。恐るべき魔女の力を我らのものとするために。だが目覚めた娘は
意志も魔力もなく、言われるままに動くだけの人形だった。どういうことだ？わかりません。クローン技術そのものがまだ未知の領域なのです。うん。そんな中、彼女が唯一反応したのは、この血は。あの魔女を捕まえた時に採取しておいたものだそうだ。こんな反応は初めてです。試してみるか。そしてあのブリタニアの夜に。ようやくお目覚めかな。よくやった、ベルクマン。ありがたきお言葉です。ミスター・フェルトにもねぎらいの言葉を。息子は残念だが、魔女の力の秘密を手に入れた功績は計り知れぬとな。は、実に美しい石だ。貴様に見せてやれぬのが残念だぞ、エリオット。過ぎたる力は漁せぬことも多い。その魔女、信用できるのですか？手綱はしっかりと握っております。魔女を使った最初の作戦は貴様に任せる。策はあるか？はっ、お任せください。白き魔女、本物の？そうです、科学の力で私は蘇りました。あなたを止めるために。止めるって？かつて私は魔女の力で人の争いに関与しました。けれどそれは正しいことではなかった。あなたも師匠となる人から教わったのではありませんか？魔女の力は人の世に、その運命に関与してはならないものなのです。でもあなたにはこれ以上私と同じ間違いを犯してほしくない。だからお願いです、どうか。ごめんなさい。私、姫様と約束したんです、戦うって。だから止めることはできません。どうしても？はい。それがどんな結末になるとしても、姫様のために私は戦います。そう、じゃあやっぱりあんたは殺すしかないみたいね。何？さっきから聞いてりゃ姫様姫様って。あんた自分の考えもないわけ？いいように利用されてるのも気づかないで。違います。逃がさないってな。始まったか。魔女がもう一人。なかなかやるじゃない。負けられない。この戦いに勝てば。行って！嘘、この辺りは
い魔力があったはずなのに、どうしてでもね、私が受けた痛みはそんなものじゃないわ。あの国に裏切られて受けた痛みと苦しみはね。イゼッタ様が負けた。始めましょうか。滅びなさ、裏切り者の末裔たち。イゼッタも負けた。どういうことだ。一体何が起きた。イゼッタは無事なのか。それがまだ混乱しており、詳細はつかめんのです。社宝がやられておる。あれらが失われれば、空の侵入に対する守りが仕上げよ。姫様、うん、次回、魔女の鉄槌。あいつらには真の絶望を味わって死んでほしいの。